ちは、さやさこころです。今日は最近私が使っているボールを検証したいと思います。その名は JGR ブリヂストンボール。じゃじゃん。こうロゴがね、なんか前はもっと小さくてブリヂストンゴルフみたいな感じのなんかロゴだったんですけど、今 B ってなってすごくロゴも可愛くなりました。私今まで結構スピン系のボールを多く使ってたんですが、なんかこのボールすごく相性が良くてですね、まあ、使ったきっかけはサマンサのプロアマで松田プロとラウンドしたんですよ。でその時にサインボールをいただいてですね、あの松田プロのロゴ入りの、それで使うきっかけになったんです。なんかいい、なんかいいって言ってて、自分も実際に今使ってます。で今日はそのちょっと打ち比べをねしてみたいと思います。行きます。どうだろう、高いから埋まっちゃうかな。スピン系行きます。今日洋芝だったんで、洋芝じゃないとこのランの感じは見れてないんですけど、私は打ってて飛ぶ気がします。この間固めのフェアウェイ行った時にバンバンってその跳ね方がすごくて、結構ラン出てたんで、キャリーはそうでもなかったのにランですごい稼げてたんで、ゴルフ場によってはかなりこっちの方が距離が伸びるんではないかと思います。ではアイアンの検証に参りたいと思います。125ヤードを9番でね、まずは JGR。行きます。お、なんか止まった気がする。これが JGR ボールマーク、ここでこれぐらい、だいたいアイアン、だいたいこれが3度だけど、2、3、3個とちょっと。これ結構ラン出てるよ。1、2、3、めっちゃラン出てる。4、5個とちょっと。で、に対してスピン系が6ないぐらい。でこっちが1、2、3、4、5とちょっと。やっぱり JGR 飛んで止まるかも。だってそんな変わらない、正直。むしろあれが一番止まってるし、引っ掛けたの、ね、JGR はグリーン上でしっかり止まってくれます。パターの転がりを見てみたいなと思います。次スピン系のボール。お、ショートするかも。最後の伸びが違う気がする。同じような感じで打てるんだけど、最後までこれはスーって転がるけど、こっちはもう途中から手前で失速する感じがします。見た目は一緒なのにやっぱ違うんだね。続きましてアプローチの検証に参ります。転がるって言われてる。転がりました。
気が、しかも浮く、ちょっと。基本やっぱ同じぐらいで打ってるのに小とか横ぐらい。 JGR は横からちょっとオーバー、これぐらい。あとやっぱりなんか打ってる感覚だとやっぱ転がりがいい感じがする。バンカーのスピンのかかり具合検証します。打った感覚は全然変わらないです、ボールの感じは。だけど打った後にキャリーしてから転がるランはやっぱディスタンス系の方が転がる、スピン系の方がピンの結構キャリーで打った分その近辺にピピッと止まってくれる。あと、ね、打ち方は私そんなバンカー上手くないんでそんな距離合わせられないタイプなんであれなんですけど、そういうのができる人、フワットとか距離感合わせる人はもうピンの横にダイレクトに行きたいという人はスピン系がやっぱおすすめかなみたいな、まあ、出してあとはもうちょっと転がりとかって思う人はディスタンスでもいいかな。でもそんななんか変な打ち方しなければめっちゃ出ていくこととかないんでどっちもいいかなと思いました。はい、以上 JGR のこの良さをさらに知りたかったのでいろいろやってみました。皆さんもぜひあのボール、いろんなボール使ってみて自分に合ったボールを探してみてください。バイバーイ。 YouTube のこれ小さもうちょっと YouTube のチャンネル登録と高評価コメントよろしくお願いします。